せーの、こんにちは。どうも、なぐみです。こくんです。なこなこです。ちら、はい、はい、今、空港にいるんですけども。来ました、ついに。どこに行きますか？なこなこカップル、ハワイ行きます。はい、これも特大ニュース。今もニュースのヤフーニュースとか もうトップになってます。モデルペースもトップやし、これだからサムネが皆さんに大切なお知らせがあります俺らアメリカ初めてやから。いや、ほんまにこれは完璧に報告動画もうほんまに、うん、人生初でハワイ。いや、ほんまに。え、でもコウ君さ、ちっちゃい子行ったことない？ちっちゃい時、1歳の時にグアム行ったらしくて。行ってるよね。だってパスポート最近更新したけど1個前のやつ、うん、赤ちゃん。そう、1個前赤ちゃんなんよこれ。赤ちゃんのさ、パスポート見せてさ、俺出てきたぞってなるやん。ラグビーはもう完全に初めてで、ハワイ無に楽しみ、やばいやばいって。でもさ、やっとさ、うん、インスタのプロフィールに香港、韓国とアメリカの国旗かける。あるけど、みんな海外行ってるやつよく書いてるけど。今時間が8時やねんけど、うん、9時ぐらいのフライト、それも初やねんけど。夜のフライトも初やし、うん、あと7時間今回やばいな。俺ケツでかいからまだ耐えるけどさ。だってコウ君のさ、お尻ってさ、飛行機だこできてる俺のケツ飛行機だこ。じゃあコウ君のお尻ってあれやろ、あの車とかがさ、うん、こう事故とかなっちゃった時に出てくる、エアバッグやん。の役割してくれてる。気にしてないよ俺のケツずっとエアバッグむき出しの状態ちゃうから常事故ってる時やん。それコウ君の説明書に書いてない。書いてるよ、俺の説明書ないんや。しかもでも見て、ついにシーマクラデビュー。そう、これでこれやったら、あれやねん、寝違いせえへんねんな。え、めっちゃ楽じゃん。確かに楽かも。こういうやつ柔らかい。後ろでめっちゃ寝てる。しかもさ、ちょちょちょ、後ろでめっちゃ寝てはった。めっちゃ寝てるし、俺らがもう傾いたから、マジ飛行機みたいになってるよ、もうこれ。今フライトしてます。フライトしてるよ。上がってる時の画角してるよ。と、今から飛行機乗って、まあ、飛行機の様子もちょっと映すか。そうね。っていう感じで、ハワイ、行きます。行きます。やばいな。めっちゃ楽しみ。今回さ、そのハワイが楽しみすぎて、見て、ケーシファイでケースも新しくしました。めっちゃ可愛いやん。似合ってるやん。可愛い。じゃあコウ君もやんな。そう、俺も変えて。コウ君ケーシファイデビュー。そう、初めて。そう、長いも毎日愛用してんねんけど、うん、ちょっと新しく気持ちの切り替え的な感じ。いや、いいよな、可愛い。で、これも可愛いやろ、スマホショルダー。スマホショルダー、服似合っててめっちゃ可愛い。そう、ちょっとフライト長いから楽な感じで。いいやん。コウ君のもこれついてる。そうでさ、荷物とかさ、旅行の時多くなるやん、うん、うんうん。それからさ、携帯さ、こうやって肩から下げれる、めっちゃ楽じゃない。確かに。どうしたどうした。え、俺首骨折した。コルセットちゃうこれ。投げのやつもつけてこい。そう、撮影するからだいぶ外したから2つつけてんの。ヒミコヘアみたいになってる。ちょ、もう行こう。はい、行こう。すごいで、もう街並みが見て。はい、ハワイ。ヤシの木はハワイや。ハワイしか生えてないんやろ、うん、これ。でもさ、なんかさ、ユニバーさ、俺らさ、うん、行ってるやん、めっちゃ、うんうん。お前、ユニバーってさ、このアメリカの世界観すごない？確かに。ユニバー全部がユニバーみたいな。え、だってさ、このさ、足元とかさ、うん、これとかうちさ、ユニバーとかでしか見たことない。じゃ、さっきエルも持ってんけど、それもユニバー。別にユニバーの世界観すごいなと思う。てか、ほんまにめちゃめちゃ絵肉の雨で。マジで。もうなかなかないらしい、ハワイってこんだけ雨降るの。そう、空港着いてホテルのバス乗るときに、雨って結構降るんですかって言ったら、いや、年に1回ぐらいかな。年に1回あってた。え、もうほんまにうちってマジで晴れ女やね、うん、全部の旅行を晴れにしてきた女やのに、
めっちゃショック。今だって太陽ぐらい光ってんで顔。そうやで。だから今日曇りやからデコでちゃんと。デコでな。そう。デコで反射させてる。うん。みんなに光与えようと思って。なごみのおでこの上雲ないもん。とりあえずお腹今お昼？うん。今12時ぐらいねんけど、お腹空きすぎたからご飯ちょっとね近くの探します。はい、来ました。今日はさ何屋さんになるんやろ。スポーツバーみたいなとこにでランチしてて、そうそう、アメリカのテレビいっぱい流れてて、そう、なんかめっちゃいろいろ種類あんねんけど、こうくんがこれ何、なんかアンクルライスだから、そのおばの混ぜかけご飯みたいな。久々に聞いたアンクル。そうそうそう。投げがパスタ、めっちゃでかい、多いね、めっちゃでかい。やっぱハワイといえばガリッチリ。はい、出ました。え、普通さ、こういうのってやっぱさ、大きいからさ、2人で1個とか頼むんかな。アメリカの人も食うからやばいな、食べれるかな。いただきます。どう？そば飯みたいな感じ。へぇ、なんかさ、お袋の味とかわかるやん、うん、おばの味わからんの。美味しい、めっちゃ。食べてみて。もうほんまにカルボナーラ、うん、うまい。面白いな。飛行機寝られんかって、7時間、うん、映画2本見てもうた。フルで。だってうちさ、フライト7時間やったっけ、もうほんまにご飯の時以外全部寝たから6時間ぐらい寝てる。すごく寝てる、ね、もう普通の睡眠ただの。マジ寝られんかった。なんでなの。アドレナリン出てる。遠足なんや、うん、ハワイ楽しみで。そうそうそう、今日絶対夜しんどいやろ。オールでハワイやろ。言うたらタバケするから寝たらあかんっていう、うんうん、ほんまに夜まで寝れへんねん。今日はずっと外やから、一日外寝て。夜クラブ朝まで行くやろ。もう寝られへん。朝もおる。うちさばけの概念ないから。まあハワイ寝んでいいやん、3日が。え、どこにも全部行くんこれ。3人前あったね、パスタ。え、ちょ、BGM もなごみの戦ってる BGM やこれ。ロッキーみたいになってる。応援してくれてる。うん、ちょ、見てマジで。え、水着着れる。今日は見ひん、うん、水着無理やで。え、アメリカンサイズいけた。半分ぐらいか、結構きついなと思っててんけど、うんうん、なんか残すの悔しくて。そう、俺が惚れたきっかけはなごみのその食へのこだわり、食へのなんか強い気持ち、根性あるやん。残さんっていう。そう、マジで大食いやん。絶対残さんやん。大食いっていうか食い切るやろ。なんか残したくないっていう気持ちの方が強いの、うん、その気持ちを見れただけで今日ハワイ来れてよかった俺。もう満足。証明できた、うん、頑張るよあんた。ほんま許さんで、こんなこの子ちゃん許しませんで。ちょっと大葉作りすぎやろこれ。ちょっと厳しい。はい、頑張ってください。そう、おかしいって。俺が食えてなくて、ナゴミがもう全部食って俺追い込んでる。この構図がおかしい。じゃあちょっと食べて、どっか行くか。デザート食べに行きたい。雨がまたちょっと強くなってきた。寒い。もうハワイ来て寒いとか言うなよ絶対に。一番言うな。ハワイ寒い。ハワイ寒いとか言うなよ。日本おって23度やぞ、うん、温泉入った。海じゃなくて温泉、うん、言うなそんなこと。ハワイって雪国やんな。もうロシア来た。ここのかさ、めっちゃさ、ハワイじゃない。確かに、めっちゃハワイやん。でも寒い。寒い。おー、寒いって言うな。ヤシの木で寒い言うなよ。背景合成グリーンバック。ここは長袖いっぱい持ってきて。お、長袖いっぱい持ってくんなハワイに。ノースリーブ1枚と長袖4枚。タンクトップいっぱい持ってこい。はい、お買い物来ました。ハワイのアウトレットみたいなとこ。うん、すごいね。なんかもうブランドとかがね、そう、こんな感じでバーッと並んでる。ほんまにアウトレットみたいな。アウトレットな。え、なんかダゴメ欲しいもある。なんか分からへんけど、とりあえず見てって感じやん。で、帽子とか、あとなんかサングラス系とか見たいな。いいやん、小物系。記念として買うの大事やから。うん、その身につけた時にハワイ行ったなって思い出せるもの。そう、だからもうほんまにハワイって書いてる T シャツでもいい。てか、なぜさ、普通にアロハシャツマジで欲しいんやけど、うん、夜さ、アロハシャツとかでさ、いやマジでなんか海辺で写真撮りたくなる。そうそうそう、沖縄のさ、オリオンみたいな感じでさ。あ、そうそうそう、なんか書いてアロハシャツ買いたいな。え、ジェラート食べたい。え、モリモリ、すごすごモリモリ。ここドジャースショップってさ、うん、このさ、ロサンゼルスドジャースあるやん、うん、だけのショップやね。すごいよな、帽子とかさ、めっちゃ可愛いんやけど。ないよな。え、欲しい。だってさ、日本にないこんな色とか見たことなくない、うん、めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いよな。これとかもほう見て、逆バージョンみたいな、かぶってみてや。おー、野球ボーイ。でもいいやん。え、コーク持ってんのこれじゃん。そうそう、あの LA のあれやんな。そうそうそう。
黒の。うん。何がいいかな、見たい。思い出になるよな。うん、確かに。ここで買ったっていうね。ピンクとかも可愛いかな。可愛いな。ほんまに日本にないよな。ピンク欲しい。そのピンクとかさ、可愛いから欲しい。の、うん。出て。うん、一個言うけど、円安。円安。めっちゃ高い。円安か円高とか分からんから欲しい。もうほんまに高いから欲しいねな。結婚した時な、結婚した、婚約指輪の代わり。お買い上げですか？買いました。でか袋、めっちゃかっこいいし。何買ったん、見せて。メジャーのこちら。袋でか。袋もアメリカンサイズ。袋では考えられないサイズの。めっちゃかわいい、それ。サイズ見せて。調整、あ、ありがとうございます。投げ芋つけれます。ありがとうございます。俺たちもあの兼用でやってるから。基本兼用やもんな。ちなみにあのこのズボンも殴りのやしな。英語でちょっと注文して、あのデカワイングリッシュみたいになってたけど、うまくいけた。単語で。じゃあ次投げ芋頑張って英語喋ってみる。なんか中にも買おう、本場の英語をね。本場の英語頼むわ。はい、ちょっと一旦コウ君 の、 あの眠気がマックスに来たんで、はい、カフェに来てアルコールじゃないわ。余計眠れるわ。カフェイン注入してます。後期で寝なかった代償が完璧に来てます。今オールの。これはこのアサイのスムージー、まあ、すごい。めっちゃ美味しい。やっぱ本物のアサイはレベチ。ちょっとさ、写真撮って。ちょっとハワイ来てからずっとこれになって、撮影前に撮ってやん、ここの場所で。え、ちょっと研修になるって感じで。トミー・ジョンしなあかんから、ね、撮りすぎて。ちょっとだけ撮ってね。でも映えるスポットが多いからさ、ハワイはもう撮らないと。ハワイが悪い、それは。もうちょっと離れて。ありがとう。検証やな。手に食べてる。どうした？救急車で。原因なんていう？写真の撮りすぎ。カメラマンや。どう？目覚めてきてる？今のコーヒー飲んでちょっと頑張ろう。もうせっかくハワイ来てんねんから寝るもったいない。頑張るとかないね。楽しんでくれ。ね、頑張れて。頑張、ハワイ頑張るわ。投げは結構眠いんやけど。今5時前やねんけど。うん、日本やったらちなみに、え、11時47分11時47分、それやばいな。完璧のオールして俺。完璧のオールしてる。どの時間でもオールやってやった。このさ、さっき言ってた iPhone ケースさ、うん、背中見るとぴったりじゃない。確かに合ってるよな、色。これたまたまやってんけど、なんかお空みたいになってんねんけど。確かに黒と白で。このケースティファイのスマホケースを今回ちょっとハワイに持ってきたから、ちょこっと紹介します。はい、殴りのここあるやん。このカメラリングのとこがカチッてやったら、え、スタンドになってんねん。すごすごくない？そうだから、これで横画面で、そう、写真撮れんねん。二人な写真撮ら。ちょっとあのおしゃに浅いなんて入れちゃって、よきよき。それで横向きでこれ置いとけるから、うん、ラグもいつもあのメイクするときとか、そうそうそう、動画流しながら見てんねんけど、うん、この後さ、どこ行くかわからんから、ちょっと Vlog とか調べる。みんな観光見る、うん、みんなあれ多いな、うん、ダイヤモンドユバイ。ダイヤモンドユバイ、え、歌手、え、ダイヤモンドヘッドが間違い。ダイヤモンドユバイさん、あー、果てしない。ダイヤモンドヘッドではないです。あの観光名所ダイヤモンドヘッドです。え、だって今もさ、こうやってダイヤモンド欲しないから、あれ。今 Vlog 見てた、ダイヤモンドユカイさんの Vlog。 絶対ないやろ。ハワイの観光名所でダイヤモンドユカイ行きますね。あとワイキキビーチよな。さ、ワイキキビーチはなんかビーチ系と、あとやっぱ結構さ、みんなあのあれをやってんねんな、アウトフット、アウトフットです。アウトサバード、アウトレスト、アウトドア、アウトスポーツ、マリンスポーツ、マリンスポーツ。全然ちゃうし、それしたらバナナボートとか乗りたい。これハワイ来ても健在やな。ハワイ来てやっぱりこう英語が主軸になっちゃうから、日本語が余計に、英語主軸でもない、全く主軸ちゃうし。あれ、コウ君もこれな、カスタムしてんな。そう、俺もこうやってコウキって入れてんけどさ、ね、名前入れてもらってそう、デザインとか文字も豊富やからさ、うん、もういろんなやつ選べるの。うんうん、ナゴミも名前入ってるの持ってんねんけど、うちはミラーにナゴミっていう名前が入ってる。かわいいな。そうそうそう、ケースティファイってほんまにこう耐久性がすごいから、普段使いだけじゃなくてこういう
旅行先とかにもめっちゃ向いてんの、うん、そうずっと使えるから。確かに。でこのケースも黄ばみにくい素材やからずっと長く使えるの。そうそうそう、すごいずっとこうクリアな状態を保てる。一番助かるやつ。黄ばみとか目立つからさ。そう、僕やっぱ手垢とかさすごいから。いやすごくないよ、そんな気持ち悪い人みたいな言い方せんといて。いやコウ君だって iPhone ケースさ、どんなやつなん、手垢が人よりすごいやつ。いやコウ君ケースティファイじゃなかったら、うん、こういう形で黄ばんでんねん。手形でやってんの。すごいね。あとこのスマホショルダー、これもうケースティファイのやつやねんけど、うん、めっちゃ可愛くないこれ。なあ、珍しいよな。え、なんかこれの短いストラップの方も持ってて、うん、今回ショルダーの方にしてて、こうやってかわいい。そう、めっちゃ可愛いね。なんかほんまにここにこういうのを差し込んで、うんうん、はめるだけやからめっちゃ簡単につける。俺もさ、こうやって肩掛けとかもさ、こうやってしたりしてるんだけどさ、いいよな。これ肩掛けだけじゃなくてリストストラップにもなんねんよ。そう、ここを外してこっちに付け替えれんねん。そうだから2ウェイやねん。そうそうそう、いいよな、かわいい。メンズとか特に服合いやすいよな。そうそう、かわいい、うん、で写真撮れた、いっぱいの方に。はい、おかげさまに。ちなみに、今日の夜、明日、明後日は撮る。撮るやん。だって今日は雨やったから、あの1着しか着れへんかったけど、あの明日からは通行で用意しておりますので。明日3着着るって言ってなかったっけ。あ、そうや、今日着れんかったら明日に回すから。え、何す1日3着てか、みんなほんまにハワイ行って TGC ちゃうで。え、メイクマウスとかない。ないよないよ。ちょっと散歩行ったよ。確かにね、ゆっくり歩きに行こう。すごい晴れてサンセットがやばい。これを待っててん。あー、ちょうど太陽高くれた。皆既日食、名古屋のデコとどっちが輝いてる。名古屋のデコやわ。カット。見て、めっちゃ綺麗やで。うわ、めっちゃ綺麗。1日目さ、昼雨やったけどさ、晴れてよかったね、夕方、ね、急にじゃん。急にやな。でもあっち赤くてこっちなんかグラデーションがすごい、うん、しかもさ、こっち赤やんか、うん、夕日で、こっち青やん、うん、真ん中紫。すごっ。すごくない？見つけちゃって。だって赤と青って混ぜたら紫やろ。うん。え、雲でも同じことになってる。それだけでハワイ来た意味あるやん。すごっ。え、これ発見した名古屋だけじゃん。これノーベル賞じゃん。やば。えぐいやん。やばいこと発見したんじゃん。日本にさ、あの、あれ論文？論文書いてた。そう、やば。なんて論文書くん？空も赤と青を混ぜたら紫になる。かっこえ。一番かっこええやん。やっぱりこのバッグに写真撮って。えさっき俺ハワイで病院行ったんよ、腱鞘炎になって。写真撮りすぎて。そうです、沈む沈む、はいはいはい、お願いします、お願いします。うわ、俺しかもダブルで撮ってるで、これも。さすがカメラマン。あー、疲れた。ありがとう、カメラマンちゃん。包帯ある？いる、あんちゃんの、うん。ちょっと地元のスーパー来て、はい、ました。今これ見てる。そう、ハワイといえばみたいな。お土産コーナーにあったから、これでちょっとさ、カフェとかでな、写真撮りたい。そうで、あの夜とかもさ、フィルムカメラで撮った映えるやん。確かに。これでフラダンスも覚えへんとあかん。フラダンス覚えちゃう。すごっ、ジュジュみたいな。え、これとかさ、見て、ハワイっぽくない。ええ、スイッチとかに出てくるやつやん。ちょっとこれってさ、東部テラーで怒ったやつやんな。で消えるやつ。怒って消えるやつやん。うちこれ昔もらったことある。あ、いや、あれ小学校の時、みんなさ、小学校の時誰かがハワイとか行ったら絶対くれるやつやん。あ、もうセットで売ってんねや。そうそう、でみんなに配ってんねや。え、これコウ君めっちゃ嬉しいやん。背中一番かいから。背中かいてくれる、うん、しかもハワイバージョンでおしゃれ。え、ちょ、これはこの貝殻、貝殻胸につけるってこと。もうええって、あんたまたそうやん。これは名古屋さんも寝ちゃうやろな、うん、これ一番いいやん。一番いいやん。押してくれ、ちゃうね。だからここだけ隠れる。うん。これ来てほしい。一番来てほしい。ハワイ来た目的やもん。うん、これ。うん。で、これつけんやろ。そうそうそう。ぴったりや。やばい。肌乾燥しすぎてさ、あんま笑えなくなってきた。カラッとしてるからさ。確かに。過ごしやすいよな。そう。だから肌の乾燥がやばい。確かに。あ、見て見て見て。ちょっとセクシー系の。どうですか、こちらへん。おいっすね。バッグとか見えてます。こいつは端から端までもらおうかな。あの、こちらも一緒に。あ、男性大丈夫です。でもなんか楽しいな、ほんまにさ、ハワイって感じ、うん、地元のスーパーいいな。今からご飯、夜ご飯やな。もう夜よ、もう9時か。9時、もう9時になりました。2人ともちょっと一回ホテル帰って、うん、着替えてアロハ仕様になりました。なごみのためにある
一番ハワイにやってるよ。そうや、すごい。見て、なんかさ、こういうさ出店みたいなのがめっちゃハワイっぽくない？確かに。こういうお店、あ、見て見て、あ、見て、ワンちゃんの服やって、ブランドはかわいい、え、買っていきたい。よくない、アロハ。空港で待ってる案内人みたいな、現地の人やもん。いいやん、こういうとこ歩くんいいな。のハワイさ、日本人の人めっちゃ多いよね。確かに。普通にめっちゃ気づいてくれるような、めっちゃ声かけてくれる。めっちゃ声かけてくれるもんし、なんかさ、もう中ミラもさ、うん、スタンスがハワイ仕様やからさ、そうそうそう、ラフ、なんか友達みたいに、ヨーみたいな感じ。そうそう、いや、ヨー、そこまではラフではないけど、まあ、アロハぐらいはね。まあ、ハワイ限定で。しかも、コウ君絶対アロハ大丈夫。言ってない、言ってない。イキリすぎ。イキリすぎ、イキリすぎ。もうちょっとここに馴染みすぎ。ああ、留学生でめっちゃ海外かぶれしてるやつみたいな。夜ご飯食べに行くか。行こう。夜ご飯来ました。めっちゃオシャなとこ。見て。ね、夜もボリューミーです。これ牡蠣？ムール貝。ムール貝か。ムール貝とポテトと手羽先とポテト、メニュー、何言っていいかわからなくて2つ来ました。マクドでもなかなか2つ頼まないで、安定にビール、ビール行きました。ビールいただいてます。あのハイボール頼もうとしてんけど、響き4000円。やばいな。いっぱいでやばいな。瓶買えるんじゃん。カレーをいただきます。いただきます。見た目結構赤め。うん、おいしい。なんでそんな急いで食べに行ったの？結婚式でおかわり自由なやつ。なん、そうなの？なんで、あのパン。いや、パン結婚式だけちゃうやろ。それレストランとかも。ハワイでさ、1日目撮ったけど何が一番楽しかった？え、なんやろ。ちょっと今日マジどこ行ったって。え、どこ行ったの忘れちゃう。着いて、まずホテル行ったよ。で、準備して、あ、海行ったか。海辺行って、買い物か。買い物。で、まあ、街の雰囲気見て。うんうん。え、でも普通に、やっぱ歩くのが楽しすぎる。うん。でもうち結構さ、今さっき歩いて、夜めっちゃ好きかも。わかる。なんかユニバも夜好きやねん。うん。わかる。音楽流れて夜の雰囲気が。その感じが好き。うん。みんなが、日本人ハワイめちゃくちゃ行くよ、みんな、うん、リピート率がめっちゃ高いって。だから、でもそれの理由分かったかも、確かに。落ち着くというか。落ち着く、うん、もうなんかそんな日本か。あ、実家やなって思った。え、ハーフ。そう、一応アメリカの地ちょっと入ってて。嘘やん、カウンターして、うん、日本。え、じゃあ日本人。アメリカの地なかった。ここの堀とか見た感じ、日本。アメリカの地ちょっと入れようと思ってて。え、でもほんまになんか折れるだけで幸せやな、うん、楽しいわ。満喫してる1日目から。このあとコウ君はまだまだ行くんやろ。もちろん飲むよ。いや、でも横には付き合うわ。飲めへんけど。あ、でこれみんな見てもらおう。そう、見て、めっちゃ可愛くない？キラキラ、かっこいい。ここに今充電器がくっついてるねんけど、うん、これもケースティファイのモバイルバッテリーやねんけど、なんかこのケースとお揃いにさ、めっちゃ可愛くない？めっちゃ似合ってるな。俺もちょっと今時の感じのデザイン。そう、めっちゃ可愛いよ。そうそうそう、ありがとう。しかもこうくっつけるだけで今充電できてる。そう、それ一万便利。やっぱこうやってこうだよ、うん、もう殴りさ、一生携帯で写真撮ってたから。そうそうそう、充電の減りがやばくて助かるよな、こういう旅行の時。ポケットも入るしな、コードなしで。ちなみに、うん、このお揃いのアイテムが概要欄のリンクから 10% オフで買えるから、ちょっとみんなもぜひね、ぜひ買ってください。アピール、もうピンと一生こっちやから。そう、こうやって旅行の時とかにもね、めっちゃおすすめやし、普段使いもな、うん、しやすいから、ぜひみんなも旅行に連れてってください。はい、じゃあちょっとまだまだコークの夜はプライベートのハワイ楽しんでいこう。はい、コークの夜は終わらないんで。プライベートのハワイが一番暑いから。じゃあみんなもぜひですね、今日の夜は日本でアロハしてください。誰の言うこと。はい、ホテル帰ってきました。帰ってきた。もう2人で何かあの後たらふく飲んで、無事コウ君が仕上がっております。やっぱハワイ最高やったな。幸せ。じゃあまだ最終日ちゃうから、まだ初日な。あ、ちょっと、あと2日ある。じゃあ、あと3日あるやん。2日丸々と
3日目の朝に帰るから、コウ君仕上がりすぎてスシローのことずっとツチローって言ってた。それさ、そのくだりさ、俺たちだけでただ身内乗りやから、あの今ツチローって蹴っただけで何も面白くないんよ。俺たちだから、ツチロー、ニッチローのくだりでいいやと全然いらんのよ、俺たちしか分からんくだりやからということで、あの1日目、最高に楽しめました。これからもまたちょっとハワイ量が上がるかもしれないんで、ぜひですね、はい、皆さんそれも楽しみにしておいてください。はい、もうちょっと私たちは眠すぎるので、寝ます。やっぱ誰が足臭いよな。2人しこれね、あの4つしか足ないで、いや殴りじゃなかったね、絶対殴り見えて、ほんまに違うやん。いや俺もマジで違うもん、ほんまに臭いもん、俺もマジで臭いやろ。え、誰か絶対もう一人足臭いと思うんだけど、だから足臭いってさっきまで入ってたよな下潜ってんじゃん。え、ちょっと待って、一回確認して、じゃあ、あんねんってそういうマジで臭いもん。いや、足臭い、足の匂いするやんな、うん、誰か足置いてるよな、ここに今絶対置いてる、海入ったまま足洗ってるやつということでですね、今日はどういうことでやるということで、じゃあもう、はい、はい、寝ます。おやすみなさい。1日目楽しかったです。ハワイ大好き、みんなみんなおやすみ。おやすみ。早くお風呂入らない、入ろう、マジ寝んのやばい。じゃあ寝る前にでも足臭い原因だけ見つけような。ちょっと一旦フロント電話します